セリーグ DH 導入問題、導入しないの結論でええんちゃう？昨日の山崎幸見て思ったわ。カープ森下とか打撃いい投手もおるんやから、あと5年くらいセリーグは DH なしでええやろ。 DH やっても外していいんだから、そういう投手の時だけ外せばええやん。世界の野球やってる国のリーグ全部含めても DH ないのセリーグだけらしいな。逆に珍しいか。でも1アウト満塁で投手に回ってきたらがっかりするやん。真似すればいいってものじゃない。反対してんのカップだけだっけ。投手にホームラン打たれて負けた試合あったで。パリーグに勝てないからってやることがパリーグの猿真似って。学生も習うかもしれんから、大谷みたいのが生まれなくなるぞ。これで普通に商売としては成功してるんだから無理に変える必要ないわな。 DH にしたら何が商業的に良いのか明確でない。普段打席に立たないパの投手が意外に打つのなんでや。そらたまには投手も打つやろ。でも DH の方がもっと打って点入るから面白くなる。野球で面白くないのが点の入らない投手戦。パリーグもアリーグもナリーグも DH 制やぞ。貧打線はほんまつまらんからな。導入しないと決めるのも難しいし、導入するとも決めづらい。ご視聴ありがとうございました。